はい、ってことでスレイザースパイアの時間ですけど、なんか裏でパリラさんが、なんかとんでもない成績で。なんか周さんめっちゃ集めてるから。こんななんかしょぼいアイクラとか誰も見てくれなさそう。別に今って、まあ、スレイザースパ配信者の中で、まあ一番になるためにやってるんじゃなくて、今なんかネオボーナス15戦してなんか検証するためにやってるから、うん、そもそもなんか誰が裏でやってるとかは全く意味ないんだよ。考えること自体意味ない。まあなんかうまさとかなんか極めようとしても俺には無理だったからな、それは。別の道で生きるしかないのよ。ショップ行かないルートが一番、てかショップ後半にしかねえじゃん。終わってんじゃんこれ。ああ、ノーボーナスでリード倒すか。天敵戦ってエリートでも良さそうだけど、お前が出る気がしてたんでイベント踏んだら。3枚、いや倒せねえわ。あんま強くない。ゼロコツアタック強えけどな、めまいあんま入れたくないってのはあるな。ポーション落ちてないから、まあどっちにしろ敵2000なんだけど、しっくりこないんだよなこのラリアット。いやー、強打ボトムパターンは一番だるいからほんとやめてほしいわ。スライムもな、なんか下手したら体力あん、ああ終わったわ。エリート回避しなきゃダメかもこれ。はい、調子乗りすぎ。もうだるいからもう死にかも。あら、ポーション落ちてないなら無理か。うん。ポーションかよ、ここまで来て。何それで、
エリートカレー、これもあれだな、一回休憩回したいし、アップグレもしたいから。進行がすでに負けてる。あー、これコピー折れてないから、まあ仕方ないっちゃ仕方ねえのか。時間抜きで死にそうなんだけど。結局弱いデッキだとさ、弱いデッキだとこうやって休憩しても結局なところあるんだよ。こうやって削られるだけっていう。ポーション落ちたけど、運動とか取ってる場合、まあでもこのままエリート踏まなくても、踏まなかったとしても負けるだけなんで、無茶でも戦います。これはさつ来てくんないと厳しいかな。あ、でもそれでも虐殺圏内だから結局殴った方がいいか。体力1残るけど、次あれか、ボスグレムリンかセントリーか。ボスグレムリン運のよりなんかスライム倒せるかどうかだ。これ結局多分セントリーとか誰相手にしても、まあ、ボスグレムリンは引きよければ、まあうまく体力こんな消費せずにいけるかもしれないけど、セントリーは多分確実に体力結構持ってかれるんで、これからなんかポーション2つ使って許してもらうかのどっちかなんで。だったら、まあでもどっち行っても変わんない説あるんだよな。やばいプール、依然としてなんか普通にやばいプール当たったら、結局ポーション使って許してもらわなきゃダメだから。なくなるけど、次のターンこいつ大虐殺プラスなんかつっても絶対倒せないし、絶対回したい気もするんだよな。
ポーション2つ使ったから、あーあれやもう香炉は意味ないか。どこも欲しいけど。普通のアタックとして使っちゃっていくか。トップ作るならこのエリート正解だったね。他にこの2つは返そう。破裂燃焼。あ、その前に悪魔が出てるからそっか。サンダーフラップは弱体炎上にも使えそうだが、そう、1枚目どうしよう。このブロックたち普通な現状ゴミすぎて取れないな。こっちにするか。うん、筋力対象やアタックないから、まあソードブーメラン突っ込む手も一応あるけど、うん、道中の実害の方がでかそうかな。なんかクラップ取っても良さそうに見えるけど、エコスアタック多くて。ジャ購入でなんかカード1枚、瞬間でカード1枚もらうもあるな。交流捕食もあるけど、ちょっとスライム考えると、スライムやばそうだから、うん。マネできるかな。買うか。ちょっと体力増やせるかもしんないし。隣に1コスアタック引いてくれれば、あ、で、やれんじゃん。うわぁ。今みたいになんか究極の3択迫られてんな。いやぁ、これエナジー必要だから。これ絶対エナジーリリック取んなきゃダメなんだよ。あ、相当エナジーリリック取った方がいい。デメリット受け入れてでも。あ、コンギミックみたいなのはあるから、まあ、それ当てにして王冠取るもあるけど。あ、そう、なんかカードちゃんと取れなくて負けみたいなこと考えると、まあ想像も十分あり。アクト2の強さだけで言ったら間違いなく王冠なんだよな。王冠で死にに行きますもん。
と戦って、まあヒットポイント増やしたいんだけど、体が持つかどうか。ヘッドバットと死神使いたいんだけどね。お、これはラッキー。なんか血塗られたなんちゃらになった。子供と敵踏めるぞ。僕が奥に行ってんだよ。コール合わせる言うねえし。それなんだよそれ。カードきすぎて。ダメじゃ倒せないんだよ。だからマウスが暴発してんだけど。ウェーブ行きたいけど。ウェブじゃ足りないんだよ。何もかもあってね、コールだけで合ってんの。1回だけ復活できる。やっぱなんかコールとかペン先とか強いのってデッキがある程度強いこと前提なんだなって。デッキ自体カスだともなんかいろいろ調整してる余裕なくて
ないね、強さ全く発揮できないわ。ターン目に悪魔化引かないと死ぬのに。いやー、こんなくだらんことで剣先使いたくね。あ、でも次のターンか。あー、これならなんか捕食までいけそう。待って、死神捕食までいけそう。レッドスカル。ダークラップくらいくれてやるわ。めっちゃしょうもないの来た。もっとしょうもないの来た。あ、でこれ倒せる。12、13、21。ちょっと足りないか。回収のもしょうがない。で、最後50回でしょ。ほら、悪いね。これとかあってもしょうがないんだけど。いやー、しょうもないな。手巻きそうだぞこれ。正面から殴っちゃったかマシか、これ。悪魔化撃つより。あり。まあ悪魔化と一応相性いいから。しょうもないできてきてんな。でも想像だったらもうとっくのとうに死んで、想像とかあれ家だったらもうとっくのとうに死んでる、死んでそうだし。
もしのなんかパリラさんにやってほしいよね。どうやってなんかいろいろ解決するんだろう。紅葉強えけど、なんか今は道具箱な感じするな。そう、全然ストが全然消せない。まあ消しちゃうかも。次の敵やばいかもしんないけど。もう外れやんけ。まあ悪魔を撃つか。回復誘発させたいか。回復誘発させるか。どうせチャンプ戦そんな役割ないだろうし。一生来ないんだけど。あーってか殺しちゃった。頑張ったよ。何それ、話になんないのしか引いてこないんだけど。クマとか増やしたくねえっていうか。めんどくさくなるから嫌なんだよな。よく解けたら総攻撃な。どんどんかけてもいいよ。このターンまあ殴っても次のターンコールで受けられるんで。
ったらもうちょっとなんかやりよったな。間違えた。にさあ、なんかモンスが勝手になんか、勝手全然年経ってないのにダメだ。電源一旦切ってなんか押しまくって静電気かなんか、てかそもそもなんか単純に電池ないってこういう風になっちゃうのか、なっちゃうって話でもあったなぁ、うん、東海リープは行かなきゃいけない。トップ、うん、微妙だな。一応あれか、キャラ箱反応させるためにこっちこういくか。一体アタックまみれだから引けないと気が済んだよな。相変わらずコードが。これでなんとかなってくんないかな。ほんとペン先ブラストあるけど、あー隣ストか、これでサイナ使うから全部使い切ることになる。あー全然足りねえ、全然足りねえけど、これで来たも停止場早く倒さなきゃやばいんで。殺されてエリートで殺されそうだな。まあでもギャンブリングチップでだいぶ強くなったから、それとも。エンドブリムストーン。あでも、おや。ブリムストーンか。いや、心臓受ける手段マジでねえからな。もう分かんねえ。ああ、もうツートップ総解除にするか。威力回復。でもこれ大体ストになりそう。結局。
ソペキは全然いい。あ、ちょっとこれやりすぎなんだけど。僕はちゃんと勝てないのがつけんな。こんなっても廃棄しなしにマジないんだけどな。まあいるか。逆。なんか受かってる、なんか知らんけど受かってる。あ、ヘッドバットがヘッドバット捕食できなくなってる。コンクリート。このまま行こう。いや、カウント悪すぎ。間違ってるって、だってそれマジでケータルかも。アタックねえな。あ、そうか。耐えてはいるけど、
風に押し負けてんの。死神早く引いてもらえないと困るよ。あ、死ぬ、それ死ぬ。捕食ミス多すぎ。そっか、燃焼12も入れてた俺。よく考えたら。今度は燃焼ってないぞ。ブーメランも魅力的っちゃ魅力的だけど、無視つかなかった。来たらそれ優先しなきゃダメだ。ここからまでと数値低すぎるな。ボードのおかげでかろうじて命が持ってるようなもんだ。あ、だ死神これで全部か。でもエリクサも両方ともなんか普通に使えそうだしな。あんたでどうせファンとかいろいろと回復するし。ああ、でもこれちょっとさすがに無視できないか。捕食する暇ねえ。2分の1捕食はある。これもなんか時間の問題だな、尽きるの。
あれなんか事故ってでかいの食らうわ。うわぁ、あれには非常ボタンがある。非常ボタンなことになってる。いっぱいいるけど何匹食えるんですかこれ。あれ爆発の単にコール合ってんのか。あれも勝手に2匹飛ぶからな、言うて。あ、でも足りねえ。足りてはいるか。まあまあ、2体、2体捕食できなくなるだけでも。まあ、あと1体ゆっくり待てばいいか。グッズいっぱいあるし。調整とかめんどくせえなったわ。なんかもうシティでなんか死ぬかと思ったらこんなところまで生きてる。でここまで生きてんの。微妙なんだけど。それに緊張がいい。持ってくる方か。でかからなくて。これ二刀流死神したいからこうか。ただこれあれなんだよな、二刀流ボトムパターンに対応できないんだよ。
ばい、これ命いくつあっても足りねえ。これいけそう。いけそうだけど、いけるならいくか。わけわかんないの仕込むには、48位体から普通に倒すことになりそう。まあでもパンタがこれ結局いいっすか。こっから17追加されるから20か。死神で回復するならちょっとやらないか。あ、でもちょっと変わるわ。でもいいけど。オーラ合わせられるかわかんない。オーラ合わせられて全く死ねんのよこいつ相手に。とりあえず悪魔化のセットを得たから、まあ悪魔化と死神はあるからこれ使ってまあ回復すればいいってのはまあいいことでは。1枚残してもらう。なんか普通の種になるから。だって捕食そこあんのよくない。あ、てか、でもこれだと、じゃあな。いや、これ世に合わせることも大事だな。てっきり終点行けてんの謎なんだけど。ゴリラ。
いやまあ確かに早いね。てか王冠で報酬で悩むところが一択しか出てこないから、なんかそこの選択がいつもより早いっていうのもあるかもしんない。マジで取るか取らないかしかないからな。これ無痛三積みして二刀流、まあ基本的にね。だけど今回なんかエナジーが欲しい構成になってて、エナジー取れるのがソーズか、このソーズ獅子落としかウォーカーの二択で、残り一つが家だったから、うん、まあアクトワンの強さ考えたら、まあ瞬間的に強い王冠の方かなーって感じで選んだ今回は。多分他の2つ選んだら死んでる。王冠だからここまで来れた。でなんかこれさ、なんかこれ選択で勝ち負け決まるようなショップなんだけど、リリック、特にレリックが違うなんだけど、今度あるんだよな、マカもあるし、筋力スケールさっさとやって死神で体力持たせたいから悪魔化もあるし、無痛もなんかブロック、でもブロックスケールはたくが知れてるから無痛はちょっと外れる寄りなのかな。あとまあ単純に死神もある。いや、あれかな、し悪魔化っぽいな、これ。苦笑ないけど。わからん。使わんと増やせないから、悪魔化さっさと入れねえと、多分このデッキね、なんか死神の回復にめっちゃ依存してるから、まあ、最悪なんか死神かなんか落ちてもヘッドバットが2枚あるからさ、まあ、死神と二刀流取れるのは実はそんな難しくないの、ね、うん、だから死神使って強い状況を多分なんか、早く作ることじゃないかなってなると多分悪魔化な気がする。金で毎回 6L ってよりは一旦でも早くなんか死神を打つ確率を上げるみたいな意味合いかな。ヘッド3積みじゃね。3積みはないかな。ではやんなくていい気もするけどな。ああ、瓶詰めててもあったな。うん、でも瓶詰め自体高いし、まあ2枚あることで出力の向上っていうか、まあ2枚、なんか単分けで2回打てれば。なんかそれだけ出力上がるのも早くなるわけだし、バブってきたらちょっと困るけど、まあ、ヘッドバットでまあ調整はできしやすいから、あー、それでなんとかするかって感じだな。ポーション、いやーなんか入れ替えようがない気がする、これは。
まあ一回コールでパスできるとはいえ、弱体痛いことには変わりねえからねえし、なんか最悪返す刀のなんか4ターン目で体力なくなって死ぬもあるから、ちょっとアーティファクトはな。まあエナコとかはありえるけど、加速ポーションも外したくないから、なんか触れないような気がする。他の人はどう思うか知らないけど、あともう1枚買うか。あれはホログラムと思うことにする。うわ、1ターン目最弱だけど、あれアンブリチップのおかげで全部入れ替えられる。俺は捕食欲張りてえな、どうしよう。もっとも捕食してるようになさそうだな。よし、どうすんだ。あー、連鎖が途切れた。全体にか。あ、順番ミスった。あれ、割には死神がある。ほんとめっちゃ悪いわ。打ったり食らったかもしれない。アーティファクトあるからな。一体アーティファクトあって相手受けできるから、まあ最悪これでもいった。ということで次のターン。これ以上さすがに事故です。
めっちゃ下手ってるけど、ファイナルです。あヘッドバットで使い回したいから、あ、この子は多分もう最初以外打つ暇ないから、それで両6つの種にもなる。なんか足りねえな。するのが一番いい。でも悪魔があるから無理か。増やすカードがねえ。できた。これ増やしたいんだけど、浮き枠しかも回しとくか。二刀流いけるけど、ただ素材がね、素材があんまりないんだよ。死にが見ないです。さすがに死にない。私死にそうなんだけど。見たけど。無理だこれ。後手のミスな気がする。する最初もなんかおかしかったか。あと捕食しないパターンでいい。もう二刀流マジで、この二刀流が本当。使わないとダメか。
相変わるしな、結局。あ、忘れてもダメだ。あ、でもそれだとダメージ数があれだから。こうなったらもうダメだ。負けだ。なんかでもこここういう諦めるとな。いやでも諦めた方がいいのか、体力足りない、足りなくなったからな。諦めるルートに行ってみる。この使い方もちょっと違ってる気もするな。何弱すぎるこれ。6方面の通知足りないから、やっぱ、二刀流使わなきゃダメだわ。耐えられてる。痛みあっても結局耐えてなさそう。でも結局耐えてねえよ多分。これだったらなんかアクト2でさっさと死んだ方が良かったわ。うん、いや、どうなんだろうこれ、勝てる手に。なんか自分の字じゃ勝てねえな。ロックバット2枚は戻せても、うん、これなんか加速切るのもな、なんかな。
どうしても何か確定したいから作ったのか。うん、でも結局何も当たんなかったらな、ほんと詰んでしかないからな。交流に当てないと足りないよな。削れないや。ミッドまで削るの難しいし、ダメだ。話にね、やっぱ話になんないよ。アクマックが間違いだったかもしんない。やっぱり。伊藤でとか複製してたらなんかもうちょっとスムーズにいってた気もするな。なんか回してみた感じ。ムーズではないけど。増やしたいカードやっぱ6つ。まあ、悪魔は増やさなくていいんだけど。女神とか増やしたいカード多いから。あ、遅れたらそれはそれで出力が低くなるから、どうなんだろうな。どうしよう、やろ。ああ、もうなんか最後の負けで、もうなんか集中力切れてる気がするから、終わっちゃった方がいいかも。ボーナスなんだっけ？無視プレイヤーなんだ。無視プレイヤーは全く信用してないけど。無視カードもお前選んだけど、なんかあんま強くなかったしな。まあでもなんかショップがなさすぎるから。なさすぎて100ゴールドが実質ノーボーナスだから、まあ上下の2択、そもそも2択があれなんだよな。無色か多分無色レアか、まあ本来取るべきやつなんだよ。こんな中で一番クソみたいな選択肢選んだから、まあこうなってるっていう説はあるから。
ってみるか。トレーナーに出てみる。それが全部クソ、押しなべてクソだったら多分クソシードって言われる。一戦はまあなんかそんな出力高く、出力自体は多分そんな高くなんないけど、まあループパーツになるから、無限ループ行って勝ちみたいなパターンはありそうだな。しなくていいの？下ちょっと微妙か。クソシード討伐依頼のところに書いても良いかも。最近ようやくなんかスレイザースパイアのガチ勢が一番集まってるっぽいババに入ったから。ぶっちゃけうちのサーバーの方が、我がサーバーの方が多分なんか、主に俺が無理やり書いてたりするからだけど、更新頻度は高いですね。やっぱユエヤさんかバリラさんにやってほしいな。ヤクラとの連動多分なんか圧倒的に多分違うもん、割と自分で。いやてかなんか、いやそもそもなんか7割8割の世界だから、ずい、それはそう。シード本当にむずいと思う。するとおそらく家でしょう。まあ家の追を読みってなんかカード、まあカード報酬もらいつつなんか50ゴールドもらえるから、本当なんか序盤よくなるんだ。実は結構強いんだけど。エギアクラットのカード選択ってそんな強くなんかあんま勝ててなかったから、結局最後死んじゃったけど、まあよく頑張ったよ。これで55敗か。どうだろうな、なんか勝てんのかなこれ。自信なくなってきたんだけど。そう、なんか100ゴールド機械的に選ぶって言っても、今回みたいになんかショックイクルートがゴミみたいなケースだと本当になんか損でしかないからな。なんていうかショック行けるルートであってもなんかちょっと懐疑的だから。このなんか加わった100ゴールドでアンコモン1枚買うんだったら、なんかカード選択のボーナス選んだ方が、ルートの自由利く分強いんじゃないかってちょっと思い始めてんだよ。まあ、それでもここまで5分の地点で、まあ、変なボーナスよりは強いことは強いだろうから、でも、ここから1個勝てなかったら5勝10敗なんだよ。その辺のクソボーナスなんだよ。ロボットに3積みはやりすぎだったかもしれない。
五個立てであれか、なんかコール合わせらんなかったことか。ああ、それなんかめっちゃ響いてるな。絶対響いてるわ。で、なんかコール合ってたら、なんかここのに、なんだろう、第三波で、一回コールで、うん、ダメージパスできてるから。あ、これ、これだ。これでなんかコール一回分打てなくなっちゃってるのが、なっちゃったのが、なんか直接の範囲っぽいな。よく考えたらそうだわ。一回ここで、なんだろう、コールで、どっちかの攻撃でも防げてれば、90点の段階で一回あれだから、50点とかの時点で結構被弾してるから、それなかったらなんかギリギリ受かるくらいには、残ってた可能性はあるよね。コールは厳格に4か、4に合わせなきゃダメだ。みたいなプレイしたんで、もうやっぱり終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげん。